まさかの時間やね。そうなんですよ、今日朝からお仕事行って、でさっき帰ってきて、でせっかく髪あのメイクしてるし可愛い髪の毛してるからショールームしようと思ってしてます。そう、なんで夜にやらなかったかっていうのは、もう早く寝転がりたい。もうぐちゃぐちゃなるじゃん寝転がったら髪の毛だから、その前にやりたかったのと、早くねお化粧を落としたいんですよ。だからちょっと肌荒れがねってしてて、ここら辺とか、だから早くお化粧を落としたいんですよね。そうだから早くしました。まあ、今日日曜日だからいいかなと思って来るかな人、分からん、可愛いのか、可愛いじゃん、来るんかな、そう来るんかな人分からん。でも今日日曜日でしょ、今日朝初めて知ったけど今日が日曜日だっていうこと、今日日曜日らしいから、はい、そう見てやめかいでしょ、こうしたらなんかよくわからん、髪の毛長い、洗濯物畳んでました。泉もね、あとあのこのショールーム終わったら洗濯しやなあかん、今日朝早かったから洗濯できひんかった、あとでします。今日日曜日なのは名古屋だけやで。そうなんだ、めっちゃそう長いんですよ髪の毛、早く切りたい。今日は私専属ヘアメイクの妹の誕生日で、おめでとう、おめでとうございます。また可愛い髪型してねしてね、してあげてね泉のために。何分でその髪型になる、メイクさんにやってもらったからね、わかんないです。メイクさんはね早いよ、やるのうまいし早い。里加穂生誕見てるで、加穂おめでとう。そうじゃん、あ今日でも加穂に会ったよ、朝朝お昼、お昼ぐらいかなに会いました、事務所で、事務所で会いました。おはようって言った、おはようって言っためかい、玉ねぎを自分でするのは難しいの、いやそんな難しくないよ、そんな難しくはないです。かほちゃんと仲いいですか、うん仲いい、普通になんかうん普通に喋るし仲いい、仲いい、どっからが仲いいのかわからないけど、泉は仲いいと思ってますよ。泉の基準では仲いいですよ、もちろん。だから泉が人見知りすぎるからちょっと喋っただけでも仲いいと思ってしまうでも仲いいよ、カホとはそう思ってる。こんにちは。名古屋はね普通だったよ、なんかめっちゃ暑いってわけでもなかった多分。あミラーボールありがとう、ありがとうミラーボール。
読解楽しくは話だけど仲いいと思っていいよ全然。風あったね。でもなんか日差し強かった気がする。眩しかった、うん。東京はさっき豪雨でした。本当嫌だね雨。雨嫌い。焼肉いい。いいな。もう冷房使ってますか？とっくの前から使ってる、はい、とっくの前から使ってますね。なんなら4月の頭らへんぐらいからかけ始めた。なんでこれは理由がある。4月の頭ぐらいからかけ始めたのは理由があります。その時はやっぱりコンサートの前だったから、やっぱりお家でも自主練をするんですよ。でお家で踊ってたら、やっぱり踊ってたら暑いじゃん。だからかけてたそれだけそれが理由です。はい、踊ってたら暑いんですよ。それが理由。窓は開けないの、うん、たまに なんかさ、今日朝早くにさ外出たんよ。朝早くに外出たんよ。そしたらさ、なんか世界が動いててさ、あーやっぱこんな朝っぱらから世界って動いてるんだって思った今日思いました。思いました。私は思いました。はあ、そっかってなったそう、朝早くから働いてる方すごいと思う。本当に夜遅くに働いてる人もすごい。だから働いてる人みんなすごいよ。朝人少なくなかった？少なかったなと思う。でもね、ワンちゃんをね散歩してる人がいて、なんか微笑ましかった。そう、本当にね、癒しが欲しい。犬のワンちゃんペットのね癒しが欲しいです。昨日もねお姉ちゃんと電話してたんだけど、電話かかってきて電話してたんだけど、そしたら夜さ、あのお姉ちゃんの電話の方からさ、あの愛犬のさいびきが聞こえてきたんよ。グースかグースか寝てるな、いびきが聞こえてきて、ああ会いたいなと思った。アミちゃんとか怪しいにならない？なるけど、なんかそれなんか違うやん。それとこれとは違うんよ。人間と動物とはやっぱ違う癒しなんよね。はい、3匹いるよ。泉ちゃん、ゼップの S 公演全部申し込んだよ。当たれば行くね。お、ありがとう。当たるといいね。何人入れるんだろうね、わかんないや。何人入れるんだろうね。いや、当たってほしい。みんな当たって。犬ちゃんはワンちゃん派。そう、ワンちゃん派ですけど、
最近 TikTok とかでさ見てると、なんか猫、動物とかめっちゃ見るから、犬とかさ、だから関連とかでさ、あの猫とかも出てくるんよ。でも猫もめっちゃ可愛いって思ってさ、なんか肉球がさピンクなのめっちゃ可愛いやん。なんでさ猫はさ肉球ピンずっとピンクなのにさ、犬は赤ちゃんの時だけなんやろ肉球ピンクなの。なんですぐ黒くなるんやろ。ね、あの実家でねワンちゃん3匹いますよ。たまにはカオスを思い出した。カオスは思い出してるよ。泉ちゃんの犬は何犬なの？チワワ、チワワとヨークシャテリアのミックス、チワワです。外を歩くからじゃない？でも猫は外歩いてるくない？散歩してるイメージある。勝手に猫って、猫のさ猫の手めっちゃかわいい。猫の手クリームパンみたいな手めっちゃかわいい。猫肉球プニプニするの好き、めっちゃ好きで、実家にいる3匹のうちね、一番上のこの肉球が一番ね気持ちいい。大きい猫はね飼ったことないです。インスタ更新ありがとう。そうストーリーね、可愛い髪型したって載せたんですよさっき。猫の種類は何が好き？あんまり猫詳しくないから分からへんけど、マンチカンと、なんだっけ、スコティッシュフォールド？フォールドが可愛いなと思います。猫は。でも分かんない。なんかいろんな種類いるじゃん。やっぱ猫も犬もさ。だから多分まだまだ知らない種類がおると思う。久しぶりに実家帰ると忘れられたりしない、しない。そうかわいい。で、昔飼ってた犬に肉球プニプニするとこずった。ネズミのとこの犬はね、一番上の子はねドライヤーがめっちゃ嫌い。お風呂に入れた後さドライヤーするじゃん、さしてあげるじゃんか。めっちゃね嫌いだった。めっちゃガウガウ言ってた。めっちゃガウガウ言って逃走し始めるから大変やった乾かすの。でね、2番目の子はね耳かきが嫌い。耳掃除してあげようとしてるのにね、なんか嫌ってやられる。一番下の子はねなんかない、あんまり。なんかなんだろう、なんか一番上の子はなんか頭が良いのよ。頭がいい感じで、2番目の子がなんかどんくさくて、そうどんくさい子で、一番下の子はなんかヘタレなんよ。すごいね顔もねすごいな、なんかヘタレっていうか、なんかなんて言うんだろう、そういう感じの顔してる。
からん。方言？え、待って、分からへん。方言？方言かな、これ。え、方言？これって。あ、くし、待ってください。あ、わかる？なんか、なんて言うんだろう。なんか、情けないっていうの？情けない。情けないっていうか、なんて言えばいいんだろう。情けない感じ。なんて言うんだろう。頼りない、情けない、気が弱いみたいな。なんて言うんだろう。そんな、なんか、感じの雰囲気。な子です。あ、そう、ビビリみたいな。そう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 。心霊機関ね、それ。でも本当に無理なんよ、心霊系が。一番無理。虫も無理だけど、心霊系も無理です。本当に。あ、どういう風に働くのかなと思って。なんかね、なんかね、なんだろう。なんか、かわいい。そう。な、顔もね、なんか、そんな顔してる。ホラーゲーム無理だよ。夢系好きとか肝試し無理だよ。そう、顔もね、なんかね、なんか可愛い顔してる。ちびまる子ちゃんしてる。テレビ。うちの外にタヌキがいました。あ、間違えた。うん？夫婦らしくて2匹同時にこちらを見ました。タヌキって存在するんや。てて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 て。ね、なんかテレビかかってました。勝手にまる子ちゃんが。タヌキって存在するの？初めて知った。なんかカッパみたいな感じかなと思ってた。タヌキって存在するんだ。割と見かけます、タヌキ。本当に？タヌキ見たことないよ。そう、架空の動物やと思ってた、普通に。タヌキ。へえ。タヌキ見たことない。彼、本当に見たことない動物多すぎて。なんかびっくりされる、本当によく。え？ってびっくりされる。見たことない動物多いよ。あ、実物でね。確かに気がついてないだけで見かけてそうね。ね、キツネはね、見たことあるんですよ。中学校の頃に、なんか遠足、なんか夫、なんか、
宿泊学習みたいな、でなんか山があるところに行って、で山を探検みたいなしたらいた。そんな危ないあれじゃない、山じゃないんだけどいた。動物園行ったことなの？あるよあるよ。近所にはキツネ、タヌキ、サル、シカ、なんでも出ます。すごっ楽しそう。アライグマ可愛いよね。パンダ見たことあるよ。高知県にカワウソ自然公園あるの知ってます？そうなの？カワウソさ見たことはあるのよ。上野動物園でカワウソ見たことあるんよ。でも実際に触ったことはないから触ってみたい。カワウソ絶対なんか かわいいよね。なんかなんだろう、なんかプルプルしてそう。 なんていうのプルプル、なんていうんだろう、なんかなんていうんやろ、プル、なんかなんかねなんて言えばいいか分からんけどプルプルしてそう。見て、もうめっちゃ伸びたネイル。やっぱ人間って爪伸びるの早いな。カワウソ拍手できるところ行きね、行ってみたい。そう伸びたネイル。まだね。明日で2週間。明日で2週間です。ご飯作るん？作らないよ今日は。今日も食べました。部屋微妙に暗くな。本当？嘘、普通に明るいんだけどな。なんかそういう角度とかの問題？そんな暗い？よいしょ。どうしようもできないや。自炊は趣味になんか、決めてない。気分が乗ったら、気分が乗った。でも昨日やったし、今月結構した気がする。でも今日も魚、今日はお仕事でご飯食べてきました。もういっぱいね食べた今日。たまにウーバーイーツとかも利用するのするよ。今日は早く起きたから早く寝るの？わかんないです。眠くなったら寝る。
最近ハマったアニメありますか？東京リベンジャーズは見てないです。東京リベンジャーズは見てない。昨日から今更ながら黒子のバスケを見始めたよ。ウーバーの失敗談ってある？ないないです。普通にない。そうで、昨日そのかけてちゃんと見たんですよ。1話はちゃんと見て、で2話の途中からなんかゲームと同時進行にし始めたら、途中から全然見てなくて、気づいたら10話まで行ってて、ああ全然見てないやって思って見てないかったから、また2話から見る。そう、いつの間にかめっちゃ進んでた。また2話から見ます。途中まで見たんよ、見たことあるんよね昔。そう、アニメの方です。そう、声は聞いてたんよ、ちょっとだけ。ダイアナエース原作、次は決勝だよ。本当？ちょっとネタバレありがとう。でもネタバレ大好きだから。泉、そこまで進んだのね。原作追ってないんだよねダイアナエースは。アニメしか見てない。あ、でもちょっとはね、途中まではね原作ね見たよ。アニメの続き気になって、それ以降見てないんですよ。ゲームは順調です。この後は何するん？洗濯。ネタバレめっちゃ好き。楽しくない？ネタバレって。欲しいゲームありますか？今ないかな。でもわかんない。ポケモンの写真撮るやつどうしようか迷ってるくらい。ダイアナエースの指紋誰？みゆきとなるみや、あと倉持もいいなと思うに洗濯するのね。あ、今日ね朝早かったんですよ。だから洗濯できなかったのもあるけど、夜にすることも多いです。先週プレゼント送った、早く手元に届くといいね。ありがとう。楽しみにしときます。6月いつだっけ、泉公園出る日1だっけにもらえるかな。全部屋干し派です。1日公園、1日公園当たった、やったー。わーい、わーい。シラスが好きです。おー、そうなのね。プレゼント送る送る言ってまだ送られてないので、もいつか送ります。お、
ありがとう。 S も女性限定公演してほしい。やりたいですね。出たい。それにしかもやりたいし出たいです。ゆずりんの早起きたまんのは何時まで？早起きでしょ？9時かな。9時も早起きに入っちゃうよ私は。まあ今日は7時だけどね。はい、そうなんですよ。9時も入りますね私は。早起きに入りますね9時、うん、もしかしたら10時も入っちゃうかもしれない、うん、ちなみに去年の自主期間は何時に起きた？え、バラ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 ですね。普通に起きる時もあればめちゃめちゃ寝る時もあるし、はい、バラバラです。いつも何時に寝るのよ、うん、バラ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 ですね、はい、そう、仕事の時はちゃんと起きますよ。仕事じゃない時はアラームかけない。仕事の時はちゃんと起きる。どんだけ睡眠時間短くてもちゃんと起きる。そうですね、私お仕事に遅刻したことないので。最近は最長何時間睡眠した？12時間とかかな。違うんよ。あのね、みんな私のことを誤解している。違うんですよ。私は朝ねできないんですよ、やろうと思っていることが。例えば、例えば立ち位置覚えるとかもそう、振り覚えるとかもそう。朝できないんですよ。夜じゃないとできないの。そう、だから朝やらない代わりに夜やってるの。そういうことですよ、はい。だからみんなが朝早く起きてる分、私は夜起きてる。そういうことです、はい。朝本当にね、入らんの。頭に入らんのよ。朝は本当に頭に入らない。だから朝になんか振り入れとかなんかあったりすると、もう本当に入らない。もう入らないです。あーやばっと思うぐらい入らないですもん。逆にもうね、夕方とか夜とかになるとスッと入ってくる。そういうことです。はい、たまたま夜が強いタイプ。そう、夜型です。でもさ、それって遺伝なんだって。夜型とか朝型って、うん、遺伝なんだって。朝早くからレッスンがあったらどうなるの？え、気合、でも別になんか、なんて言うんだろう、レッスンはレッスンでも、なんて言うんだろうな、新しいさ、振り、新しい新曲とかの振り入れとか
じゃない限り大丈夫だよ。やったことある曲とかだったら全然大丈夫。やったことない曲とかだと入らんってなる。だから大体さ、でも覚えていくから、事前にそういうレッスンとかってさ、だからそんなあれだけど、滅多なことがない限り、だから滅多なことがない限り朝っぱらからはないけど、朝握手会とか半分寝てたりしないかな、多分大丈夫。それは多分大丈夫よ。え、曲どれぐらいで覚えれる？うん、曲による。簡単な曲だったら本当にすぐ覚えれるよ。ゼップ朝から焼きは大丈夫。え、なんかそういうなんか覚えるとかなのが入ってこないだけ。そういうのって元からもう覚えてるじゃん。だから動きますよ、体が。しかも泉朝強いよ矛盾してるか、矛盾してるかもしれんけど朝強いよ。矛盾してるわ。なんていうの、起きれるよ朝早く起きようと思えば全然起きれます。はい、そうです。そう、朝のインプットだけが苦手なんです。それです。朝にあの何かを覚えるということは苦手なだけです。それ以外はできます。はい。学校とか大変だった？いや特にいや多分このなんか、うん、そう、うん、そう、とにかく大丈夫です、はい、朝は頭が働かないよねっていう話です。はい。こよちの振り入れは覚えるの早かった？うん、早かった。もともとだってサビはさ、あれでやってるじゃん、 MV でやってたから全然早かった。そんな難しくないし、あでも最初の人たちはむずいだろうけど、最初の歌割りの人たちはラップやる人とかむずいだろうけど、それ以外は全然簡単だから。朝一何飲みます？え、お茶。別ポジションもすぐ覚えられた？うん、全然覚えれる。ノーメイクだったら起きて5分で家出られない。だって歯磨きするし顔洗うじゃん、でスキンケアするじゃん、で髪の毛整えるじゃん、ストレートアイロンするじゃん、で着替えるじゃん。無理よ、出れないですよ。616669と公演続くね。いっぱい出るね。水が苦手だっけ？飲めないことはないけど、水よりお茶の方が好きです。いるちゃんの頑張ってるとこ見たい、見てください。ノーメイクでも全然大丈夫ですね。今の時期マスクがあるからね。マスクがあればいけるよ。
緑茶と麦茶どっち柄が好きですか？うん、どっちも好き、同じぐらい。でも一番好きなのはほうじ茶。そう、実は一番好きかも、お茶の中で。ふぅー、うん、ミシュリン早起きが得意。普通めっちゃ普通。最近のおすすめアイスあります。あれ食べたい、泉。あれ、あのさ、アロエヨーグルトのアイス出たじゃん。あれ食べたい、美味しいって聞く。あれ食べたい、まだ食べてないです。あれ、似合う、ありがとう。あれ苦手だ、本当？チーム S で早着替え早いのって誰？あゆかぴょんめっちゃ早いよ。あゆかぴょんめっちゃ早い。やっぱ衣装のボタンと早着替えのためにスナップボタンが多いのですか？ものによるかな。なんか普通、なんかなんて言うんだろうね。エス公園の一番最初の赤いチェックのあのコートは、そのスナップボタンって何？なんか簡単にパンパンパーンってできるボタンになってるたりするかな。髪短いと早着替えも楽そうなの、気のせい？楽なのかな。スナップボタンプチプチって止める。そうそうそう、じゃあそれだ。これはくるりんぱじゃないよ。普通に玉ねぎになってる。眠たそう。眠たいのかもしれない、わかんない。解放見たよ、ほんと。いずれも見たよ、持ってる解放もらった。結構髪のみたいな。そうなんよ、早く切りたいです。寝たいのかもしれない。
青のドレスは自分で決めたの。そうです、自分で決めて、なんか見た時にあ青かわいいなと思って青にしました。めっちゃ服かわいい、ありがとう。ありがとうございます。あれはいつくらいに撮影したん？年明け前とかじゃない？12月とか、ん？そんな前じゃん？ん？年明け前な気がする。だいぶ前よ。ドレスね。名古屋雨やばくないですか？嘘、雨降ってなくない？ネズミ降ってなかったよ。いつか着てみたい衣装ある。衣装？衣装？衣装ですか？衣装？何でもいいのかな？ SKE じゃなくてもいいのなら、おニューの上履きのあのオリジナルのあの衣装が着たい。 SKE の中だとなんだろうな、 SKE の中だとあの今 K2 のキャパシティとかのらへんのあの曲のあれが可愛いからできたい。カップリングウィズね、かわいいよね。カップリングウィズだったらね、紫がかいいな。野球見てない。もう髪の毛ね、切りたい。髪の毛切りたい。普通に切りたいよ。今何、今ねサザエさんかかってるよ。目悪くてね見えないんだよな、コンタクトしてるのに見えないんだよな。あくび出る。ワラクラの長さ、分からん、そんな切らんけど、切りたいですね。コンタクトの度数合ってないんやろうね多分。
ボブまではしませんよ。普通にここら辺とかじゃない？そんな変わらんやんと思った？違うんですよ。これキュッてさ、こうキュッてしてるからもうちょっと長いんよ本当は。そう。だから、うん、5センチから7センチぐらいまで切りたい。そうなんですよね。度数ね、なんか泉さ、そう卵子入ってて、結構きつめに入ってるんですけど卵子が。そうでも卵子のさ、カラコンつけてるんですけど普段から、そう卵子のカラコンって少なくて、でそう少ないんですよ。はい、なんかナチュラルなのが少ない、可愛いのとかが。だから普通のからド入りのカラコンをつけてます。そう、卵子は夜やばい、やばいやばい、わかる、やばいよね、見えないよね、なんか見えないよね見えないよね。まあコンタクトしてたら見える、まあ見えるんだけど、普通に見えるんですけど、まあはなんか合ってないんだろうけど、まあ普通には見えます。なんかさ、コンタクトとかさ外して普通の裸眼でさ夜の景色を見るとさ、なんかどこここってなる何これ、どこここってなるメガネのじみちゃんはまだですよ。それきつめに入ってるからさ、嫌だな乱視。信号も見えないです、乱視、あの裸眼だとね。さすがに裸眼で歩かんよ外は。普通にあのコンタクトして歩くけども、普通にコンタクトかメガネかして歩くから大丈夫ですよ。メガネ持ってるよ、2個持ってるけど、でもあんまりね、なんかメガネしてね歩くの苦手なんよ。なんかおーってなるなんか慣れてないからなんだと思う。なんか違和感がある、メガネかけて歩く、外を歩くのね。家の中はもう慣れてるから何も思わんけど、メガネをして外を歩くのはそういうなんか違和感がある、慣れてないから。だからコンタクトですねしてます、外行く時とか。外出る時ね、あのねほんとんどねコンタクトです。本当にもうすぐコンビニ行くときでもねコンタクトつけちゃうけど、もう本当にもうなんかめんどくさいっていうときはだけしかメガネでいかん。自分のメガネ姿レアだね。家の中でしかほぼしないです、メガネは。新旧メガネの違いも忘れたわね、ほんと。37年つけたよな、メガネ。
すごいね。お前はメガネでさ、あ眠い眠い、メガネでさ握手会したよ2年前かな。あくびが止まらん。小学生の頃メガネに憧れてわざとテレビ近くで見てた。あら、で結果は悪くなった。雨月でイベントしたいね。ね、したいね、したいですね。まあ6時もうすぐ45分か。いでで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 42、何分からしてるのこれのショールーム。これは目だけはいい、大事よ、目いいの羨ましい。大事にしてね、視力、目がいいのは大事にするべきよ。なんかだってもう目一回目が悪くなったらさ、もうなんかどん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 悪くなっちゃうんよね。そう、どん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 悪くなってきちゃうから。そう、もうすぐ1時間なの。そうなのね。あくびがね止まらないです。カホスピーチ中8期で青春ガールズコインしたいだって。嬉しい、したい。8期で青がやりたいな。36年前からコンタクト。泉はね、いつからコンタクトしてたっけな、中2かな、中2ぐらいからコンタクトしてます。小学校1年生ぐらいの時から目は悪かったんですけど、そうで眼鏡持ってたんよ小学校1年生の時から。目が悪くてでもつけるのが嫌で、なんか眼鏡をつけるのが嫌で、だからつけずに頑張って黒板とか頑張ってこう頑張って見てやってて、で中学校2年生でコンタクトデビューしましたね。はい、メガネ、なんかね恥ずかしかったの、メガネをするのが。だからみんなしてな、なんかあんまりさ、まだ小学校1年生だからさ、目が悪い子とかってさなんか少なかったんよ。だからなんか目立つやんメガネしたら、まあ、授業中だけやけどするとしても、だから恥ずかしくて、なんかしなかった、なんか恥ずかしくなったからしなかった。コンタクトデビュー怖くなかった。何も怖くない。コンタクト始めた時どうやった？なんかこんなに世界って綺麗に見えるんだって思った。いや、なんか感動するよ。
本当に、あめっちゃ綺麗に見えるなって。最初からソフトだったの。そうですよ、ソフト、普通の中2の時とか普通の、あの透明のソフトのコンタクト、ソフトレンズのコンタクトでした。コンタクトつけてるのを見るのが怖い。ああそう、家ではメガネかと、うん、知らなかったよ。家でもカラコンする、うん、カラコンずっとしてるよ。なんかさ、 S さ、コンタクトさ、最初一番最初さ、コンタクト、そのコンタクトにしようってなってさ、眼科行ったさ、コンタクト買うときにさ、なんか練習させられんかった？なんかコンタクトをこれなんか3回付け外しを何分間の間だっけな、30分、いや10分、30分、分からんけど何分間の間にその3回付け外しができなかったらなんか無理ですって、あのそう販売することできないですって言われて、めっちゃ頑張った思い出がある、ね、練習させられるとかめちゃめちゃ頑張ったって、必死にね頑張ったよっ鏡なしで今までコンタクトできる、本当自分できる、もうもうなんかできる、ちゃんとね時間内に3回付け外しできたよ。もう今なんかもう慣れっこだよね、コンタクトの付け外しなんかもう一瞬で終わっちゃう。でもさ、なんかコンタクトの外し方さ、なんかいろいろ外し方のパターンがあって、自分普通にこうやってピッピッって取る時もあれば、両目一気にピッって取る時もあるし、なんかねもう慣れた、いろいろある。視力弱いの、うん、めちゃめちゃ弱いわけではない、乱視がひどいだけで。気分によって外し方、なんかその時のなんか、うん、気分によって、はい、そうです。なんかさ、慣れましたよね。なんか怖いとも思わんし、コンタクトしなくて視力いくつ、わかんない、わかりません。メガネつけたまま顔洗えたことありますか？ないですね。慣れってすごいですね。そうよね。つけっぱなしは注意してるの。うん、はい。コンタクトしたまま寝るとどうなっちゃうの？何もならない時もあれば、カピカピに目が乾燥するときもある、ずれるときもあるって感じです。
つけっぱなし良くないよね。あ、もうこんな時間じゃないか。終わろう。1時間経ったし。頭の上にメガネの置いたままメガネ探したことありますか？ないです。ゆうちゃんは寝落ちしちゃうことある？たまにあります。あ、いっぱい来てた。ハートとか星、クマも、タコさんもある、ハート、小判もあるじゃん。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。今日もありがとうございました。またいつかやります。眠、バイバーイ。泣く身止まんない。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさいじゃないな。バイバーイ。またねー。ありがとうございました。